トドロキー、トドロキー、ハロキー、正規アイドルトドロキちゃんです。お願いします。今日はですね、デートを想定したピンク可愛いメイクに挑戦してみたいと思います。Q10 とかでも買える、ティルティルっていうね、コスメブランドなんですけど、パッケージがとにかく可愛くて、こういう卵みたいなクッションファンデとか、シンプルなんだけど色がすごい可愛い。これチークなんですけど、こういう感じのパケ買いしちゃいそうな可愛いブランドさんです。これらを使って今回はメイクをしていきます。最初は下地を使っていきます。マイグロー水光プライマーです。このポンプタイプが私本当に好きなんだよね。塗り心地がね、本当にいいんですよ。なんて言うんだろうな、みずみずしくて肌にスーッと馴染むような感じで、こう塗っていくとすごい滑らかな感じになっていくんです。しっとりとね密着してくれる感じもあるので、持ちもいいんじゃないかなと思います。でこれ毛穴を塞がないって書いてあるから肌にもいいかも。うん、めっちゃ滑らかになった。でクッションファンデがさっきのこのピンクのやつとこの黒いやつが今手元にあるんですが、こっちのピンクの方がカバー力があるらしいんですよ。カバー力重視か自然な仕上がり重視かっていう感じみたいなんですけど、今回デートメイク想定なのでちょっと自然な感じのこっちでやっていこうかなと思います。ちょっとこっちのカバー力一回見てみたいと思うんですが、鼻の赤みがどんどん消える。わ、こりゃすごい。見て、みずみずしくて気持ちいい。カバー力高いんだけど肌が息苦しくないっていうか、仕上がりはこんな感じです。全部綺麗に飛ばしてくれる。落とした時の絶望感すごい。じゃあまたこっち側落としたので下地を塗ってファンデーションをつけ直していきたいと思います。下地もね伸びがいいので少量で済むのがすごいありがたいですね。コスパ良さそう。ではこちらを塗り直していきます。マスクフィットクッション C17 番、元の肌の色より明るめでいきますね。あ、こっちも自然な感じではあるんですけどちゃんとカバーはしてくれる。ほら、商品説明に磁石みたいにピタッと密着するみたいなことが書いてあるんですけど、確かに密着感はすごい。乾かしたらマスクにもつきにくそうな感じがする。しかもこれ SPF50+ PA3+ あって、ちゃんとこれからの季節の紫外線対策もできるようになっているので、お化粧と一緒に紫外線対策できるのすごい嬉しい。ほら、ちゃんとさ自然に綺麗にしてくれてる。用途によってさっきのと変えたら良さそうですね。写真いっぱい撮りたいっていう日はこっちのピンクで、普段使いではこっちとか、汗や湿気があってもサラサラが保てるようになってるらしいです。そしたら次、コンシーラー、マイグローマルチユーズチップコンシーラーです。私はこの目の下クマのところとこの眉毛のちょっとこの間脱色したら若干荒れちゃったところと鼻周りと唇の境界がぼやけてるところに塗ります。あとなんか謎にここにさあざができちゃったんだよね。ここに塗っとく。結構これも伸びが良くてみずみずしい感じです。狭い範囲にガガガってこう指で細かくタッピングしてやればカバー力もすごいあるし、私ここにほくろあるんですけど、これをね、めっちゃ薄くなるんですよね。軽く伸ばしながら塗ったりするとナチュラルな感じで隠せる。本当にしっとりしてるから、よくさほうれい線とかに私コンシーラー溜まっちゃうんですけど、しっとりしてる分溜まりにくいんじゃないかなと思います。てかこれわかるかな、チップがね若干斜めになってるんですよ。これねすごい塗りやすいです。細かいところに塗るのにすごくいい。そしたらねアイシャドウを入れていきます。このアイカラーパレットが本当に可愛くて、じゃん、こんな感じです。でせっかくピンクメイクっていうことなので広めに入れちゃいます。色はピンク下まぶたにも入れます。この辺の茶色を使ってグラデーションを作っていきます。私はもう手で入れちゃうのが好きですね。ざっくり、特に自然なメイクしたい時は
この境目だけちょっと汚くならないようにだけ気をつけて手でざっくり塗っていくのが好きです。このパレット本当にマットのやつとこうキラキラ系のがバランスよく入ってて、このね3個がめちゃめちゃ可愛いんですよね。キラキラがアクセントに入れる感じで、とかどれか使ってみたいんですけど、ピンクビームかな、やっぱこのマットなのだけ使えばお仕事メイクとかにも使えるし、キラキラ入れたらちょっと休日メイクみたいなのできるし、すごい使い勝手良くて可愛くていいと思います。そしたらアイブロウなんですが、ちょっとこの髪の毛の色なんで描き足すと若干浮いちゃう気がするので、このアイブロウは涙袋描くのに使います。これねマジで描きやすいんですよ、眉毛描くのも涙袋描くのも。であと二重幅をこう拡張します。二重幅の後ろ切れてるところから線を引っ張ってって、二重幅が横に広く続いてるように見せるっていう、縦にすると細い線が描けるので、この眉毛の立ち上がりとかもちゃんと描けるし、横にすれば太い線もちゃんと。エッジリキッドスリムアイライナーダークブラウン、長めに太めに、アイシャドウで使った優しいピンクに合いそうな感じのふわっとした目にしていきたいと思います。目尻とにかく重めに描きました。でそしたら韓国コスメ縛りってことなので、韓国風のまっすぐ線ここに描きまして、デカ目効果を狙っていきます。そしたらさっきのアイパレットでぼかします。セルフィーメーカーデュオマスカラ、これ片方がブラシになってんのかな、こっちは普通のマスカラです。あ、伸びる結構。あ、これいい、ちゃんと細い毛までキャッチしてくれる、でちゃんと一本一本強い毛にしてくれるからすごいいいです。あ、前髪にくっついちまったぜ。アクアクッションブラッシャー02番ピンクです。この色が本当に可愛くて見てほしい。こういうクッションタイプのチークになってるんですが、ちょっと今日は可愛めのピンクなので内側の方に入れて可愛らしい印象にしていきたいと思います。で、ね、すごい高発色なの、すごい綺麗にさ、このミルクピンク系って発色良くないと肌の色がこうなんていうの、透けて見えてちょっとイマイチな感じになっちゃったりとかってした経験が私あるんですけど、これすごく綺麗な発色なので顔が一気に明るくなります。リップはビーマーサテンリップスティックコージーピンクです。何色かいただいたんですけど、やっぱベビーピンクっぽいやつがいいかなと思って思いっきり可愛い色にしてみました。すごい滑らかな塗り心地です。私はポンポン塗りで上ちょっとオーバーリップにしていきたいと思います。見たままの色可愛すぎ。はい、そしたら着替えてきました。で髪も巻きました。あとちょっと涙袋にラメ入れてみた。そしたらこちらマイグロウハイライターシマーを最後に使っていきたいと思います。私はポイントで塗っていきます。頬の内側ここ押さなくなるらしいんで、あと眉毛の上からこっちから C を描くようにここまで入れます。であと鼻の先とここ若干、あとは唇の上です。これもすっごい滑らかで、乗せた瞬間にこう、溶け込む感じがする。すごい使い心地がいいです。で、あとこれね、最近、なんか流行ってるテクニックらしいんですが、もちろん顔全体に使えるのと、プラスで、こういう、鎖骨とかに塗ると可愛いんですって。あ、なんか綺麗に見えるかも。え、どうですか？ほら、ツヤっとしました。スティックタイプだからすごい使いやすいし、持ち運びもしやすいと思います。ハイライトってやっぱ有能だね。本当に、どこにでも使えるし、使うのと使わないのじゃ全く違うから、これぜひおすすめです。もう一種類こちらに、もうちょっと乳白色的な感じなのがあるんですけど、こんな感じですね。
うるうるっとした水耕肌っぽい感じにしてくれます。はい、以上で完成になります。ピンクいっぱいのデートメイクです。はい、というわけで今日は韓国コスメ縛りでデートメイクをしてみたわけなんですが、結局ね、全部ティルティルさんのコスメを使わせていただいちゃいました。今回のメイクに使わせていただいたティルティルさん、9店にも出店があります。ティルティルのインスタグラムではモニター募集のイベントを随時開催しているみたいなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。もっともっと気になったよっていう方は、この動画の概要欄のリンクから今回ご紹介させていただいた商品を購入すると、抽選で100名様に該当商品購入額全額分をキャッシュバックしてくださるそうです。これはお得だ。ぜひぜひお揃いにしてみてください。というわけで今日はピンクな可愛いデートメイクを韓国コスメ縛りでやってみました。ティルティルの商品がすごく可愛いので気分も上がりました。ぜひね、皆さんもゲットしてみてください。じゃあ今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。